蜂蜜工房君津に来てますね。はい、ね、お店の中ね、すごい素敵で、これはレモンの蜂蜜ドリンクですね。いただきます。うん、片手で難しい。うん、じゃあいただきますよ。はい、うん、美味しい。はい、観光客が来てるのでとっても賑わってますね。はい、じゃあ次これぶどう蜂蜜ドリンクいただきます。これは美味しいですね。もう一杯。これはね、蜜ろう。蜜ろうってなんだ？匂い嗅いでみました。ね、蜂蜜の香り。はい、今からね、蜂蜜の5種類食べ比べをしたいと思います。一番初めはこれね、アカシアです。このね、紙のスプーンにこうやってちょっとこういただいてね、食べ。これは美味しい。あのね、なんかね、とってもね、エレガントな、いい香り。これはね、土地の実ですね。うん、これはなんか、大地の味というか、ね、いいね、木の香りがします。そしてこれ、これはちょっと名前忘れちゃったんだけど、スパイシーな香りのね、蜂蜜でしたよ。はい、これもなんか気になるな。はい、これはそばね、そばの蜂蜜。花のね、そばの花ってどんな色なんだろう。和の味がするね。はいはい。そしてこれは百花のね、はちみつ。百の花のはちみつと書いて、ね、たくさんのね、いろんな花の秋のね、花のね、ブレンドしてあるんですね。とってもね、なんかね、ちょっとストロングな感じがして美味しかった。これはイベントボードですね。なんかこのハニーバターチキンカレー、ハニーこれ前食べました。美味しかったですよ。はい、自分への癒しの旅、ぜひ蜂蜜工房行ってみてね。チャンネル登録もお願いします。